あ、土田さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。え、朝から何してるんですか？グローブのオーダー。グローブのオーダー？うん。え、ブラジルにグローブの会社あるんですか？いや、日本のね、あの、会社で、あの今ね、そういうグローブのオーダーをするはいアプリがあるよ。はい。この、なんていうの、クボタスラッガーのはいアプリ。はい。これを使えば、もう携帯でいつでも自分の好きなグローブのオーダーができるということで、もうそろそろグローブちょっと軟式用の買おうかなと思って。はいはいはい、やってます。あ、日本に帰ってから使うために今からもう準備してるってことですか？そうそう、ブラジルにおる間にオーダーして、はい、日本に帰国した瞬間に家に新しいグローブがあるじゃん。あ、そうそう、そう。え、なんかちょっとおすすめの方法っていうか、おすすめやり方教えてください。まずグローブの種類、はい、例えば硬式なのか軟式なのか、はい、また右投げなのか左投げなのか、はい、で僕はもう軟式しか多分日本ではしないと思うので軟式で右投げを選びます。で、そうじゃあ次基本形ってことで、まあ、大体何、まあ、どういう形をベースに仕上げていこうかなということで、で、まあ僕のね、まあ、グローブ小さいのが割と好きなので、例えば小さいやつで、そうやな、まあ割とね、こういうのとかにしてね、はい、よくショートとかで使うウェブですよね。はい。で、この状態で次に行くと、うん、それじゃあ今度はこのラベル、今これクボタスラッガーやってるんやけど、もうラベルがね、もうすごいたくさんある。あー、いっぱいありますね。そう、いや昔このラベルだけだった、この種類だけかなと思ってたんやけど、はい、最近なんか増えてね。はい、なとりあえずちょっとなんか青系にして、はい、で今度次いきます、はい、そしたら今度芯、このグローブのこの部分、はいはいはい、ね、そうですね、この土手のこの近くの部分を、はい、まあ、横閉じなのか辻閉じなのかっていう、はいはい、これ辻閉じっていうのは辻さんっていう人の技術なのかな。はいはい、まあ、とりあえず横閉じにして、はい、でこの土手紐この部分、はい、ね、これをありにするのか、まあ、なしにするのか、はい、まあ、ちょっとせっかくなんでね、なしにしてみようかなと思う。はい、ちゃんとね、ちゃんとなしになったらなしの、この映像がなしの部分に変わるね。あ、もう一回止まっていいですか？これありの状態。ああ、はい、これがなし。あ、変わるんですね。そうそう、変わるの、はい、で、次はレギュラー、まあこれバック、これしかないね。で、指カバーね、つけないか、まあつけるか、指当てだけつけるかということで、まあちょっと試して指当てにしてみようかな。で、背面の紐、この部分、今普通に1本だけ紐通ってると思うんやけど、これを、うんうんうん、なんかちょっともう2本通すとか、うん、さらになんかバッテンの部分をつけるとか、うん、ちょっと背面バッテン3個つけるとか、はい、ちょっとバッテン1個ぐらいにしようかな。これ値段が違うね。ああ、はい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 、そうそう、もうやり込んどるからね。はい、で、次に行きます。で、ウェブ、はい、で、ウェブは、まあ、とりあえず選んでこのカラーをね、いろいろ変えれるわけよ。うんうんうん、例えばウェブルーにして、で、中段をちょっとホワイトにして、で、ちょっとその下もまたホワイトにして、で、縦棒を青とかね、ちょっと巻きで、はい、じゃあ次いきます。じゃあこれ本体全面、はい、例えばもう青にしようかな。はい、青、おお、一気に変わるんですね、こうやって。そうそう、一気に変わるので、補給面の顔、まあ例えば黒、はい、とかにして、もうサッとやるよ。で、背面もこれ細かくね、背面の親指の外側を変えて内側にして、はい、人差し指の色を変えて、こういう風にね。ああ、もう一個一個変えていけるんですね。そうそうそう、こうやって赤とかね、もう今ちょっとね、いろいろ適当にやってみるけど、ピンクとか一列ずつこうやって、そうそう、変わっていくんですよ。だからもうカラフルの好きな人はね、もうぜひ黒ボタスラッカー。え、これやっぱりもう何色も何色も変えれるってことなんですね。そうそうそう、で、ここにいろんなね、あとグローブの革の、紐の色とかね。で、これで完成したのは、はい、あ、ね、もう全部保存してるんですか？あ、もうやりまくりますよ。昨日はこんな感じの、はい、あ、うん、カラフルグローブ、かわいいですね。もう28はこういうの使う、28歳の人まで使うのはちょっと恥ずかしいなと思って。はい、あ、でもやっぱ1個こういうの欲しいなっていう感じですか。そうそうそう、昨日作ったじゃん、俺のアプリで。はい、昨日実はね、森木君も作りました。あ、そうなんですね、実は。はい、これね。はいはい、そうなんです、実は僕も作ってて、まあ、こういう感じですね。まあ、見て分かると思うんですけど、
ブラジルをコンセプトにして作ってみました。まあ、緑と黄色を、まあ、メインにして、実はこだわりがこのな、これなんて言うんですか、このはみ出しです。はみ出しですか、はい、はみ出し水色っていうのはやっぱブラジルこう水流が豊富なんで、ちょっと川、水の豊富さもワンポイント入れてみました。で、補給面とか、まあこういう感じですね、黄色で、うん、っていう、まあ外側は緑メインで、こっちは黄色メインでっていう感じで、うん、はい、これがいいね。そうですね、これ買ったらいいんじゃないの。そうですね、まあ、日本の家に注文して、まあ何年先になるか、はい、まあ楽しいですこれ本当に。バスの移動時間とかすごい暇だったんで、なんかずっとデザインの、はい、考えて考えてとかで、そうそうそう、もうどんどん時間過ぎていきますこれ、うん、でいろんなパターンできるんで、で実際に作っちゃうわけじゃないんで、こう奇抜なやつとかそうそうできるんで、ぜひこのアプリおすすめですね。土屋さん、なんてアプリでしたっけこれが。ですね、はい、ちょっと待ってね、なんてアプリやったかというとこれです、久保田スラッガーの、はい、KSGSIM とかいう名前のアプリです。そういうことなんですね、うん、はい、多分久保田スラッガーオーダーって調べたら出ると思うんで。わかりました、はい、それでやってみてください。じゃあまああれですか、グローブ付きの人にはたまらないアプリということで。あ、もう最高。多分グローブ付きじゃなくてもなんかデザイン好きな人とかも、そうやね、結構楽しそうですね、そうやって色合い変えてみたりとかで、で他の人作ったらどんなになるのかちょっと見てみたいね。あー、うん、わかりました、ありがとうございます、はい、なんか一言ありますか最後。もう十分喋りました。もう十分喋りました。わかりました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい。